はい、時刻は7時を回りました。今夜も FM 小座のスタジオから生放送でお届けします。わらびんちゃー応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナーのお時間です。こんばんは、皆さん。こんばんは、ありがとうございます、3月14日のホワイトデーですね。めぐちゃん、はい、ホワイトデーの今日どうだった？平日な感？平日でもね、結構最後にね、うんうん、ガツンってきたよ。はい、どんなガツンと刺激的なのが？もらったんです。演奏さん、あれ私もらってない。あげたのかよ、まず。あげましたか、その前に。あげてない、ごめん。あげないともらえないんですよ。そうだね、父から世の中になりましたよ。何のこっちゃか。はい、3月14日ホワイトデーですね。あの、はい、私先日、いつだ、先週かな、先週だったような気がします。あの、はい、PTA の美化活動で、うん、多分この時期って卒業式前なので、多分どこの学校でもこの美化活動ということで、学校をこう綺麗にして草刈りしたり、はい、でうちもクレーンも出して、クレーン、地元にあの重機の会社を持ってる PTA のこうすごい、ね、仲間が2社あるんですよ。本格的ですね。どっちもトラックを出して、うん、もうなんだろう、すっごいクレーンで上までゴンドラみたいなの上げて、ガーッとチェーンソーで切って、で下で私たち、はい、ママさんグループは吐いてっていう感じで、あれ結構体力使うんですね。というか日頃使ってない筋肉だったのかもしれないんですけど、まあね、あの筋肉疲労が5日たち6日たち、まだ筋肉疲労がのママの、あの私の仕事の繁忙期も切って、あ、はい、タイミングが重なって、そう、今日もね3月14日ってホワイトデーさね、うんうん、結婚式もたくさん万内あってから、あ、そういうこと、そういう感じの今日で、さっき、あ、お疲れ、目が充血してるお疲れ様ですね。あ、いい、もうありがとうございます。めぐちゃん、どんな週末でした？週末はですね、うん、土日、あ、忙しかったんじゃない？あのね、土曜日はね、うん、プラザハウスで、はい、はい、沖縄市工芸フェアというね、うん、あの沖縄の工芸がいろんな集まってね、買えたりとかできるイベントがあったんですけども、うんうん、そちらでですね、 FM 小座もあの出張放送しまして、はい、でしたね、はい、プラザハウスで特設ブースを構えての出張放送を3時間、うんうん、3時間 ?1 時から4時まで。お疲れ様でした。やりましたよ。はい。もうたくさんね、あの、賑わってましたね。結構人がね、うん、思ったより結構いっぱいいてね、賑わってたかなと思いますよ。遠くからギャラリー見学ありがとうございます。賑わってたっていう。はい。工芸フェア4日間ぐらいなかったですか？10日から14日まで。ねえねえねえ、土日まで4日間。結構長い期間で。ありました。はい。うん、SPC 側の2人も頑張ってましたね。そうですね。やらさんも頑張ってましたね。MC で ね、はい、頑張ってもらいましたよ。もう一人、三郷高校の。はい、あの、風子ちゃんと ね、みゆちゃんもね、レポーターとして頑張ってもらいました。はい、お聞きになった方もいらっしゃったと思いますが、賑わった工芸フェアで頑張っためぐちゃんだったという、そんな週末。はい、のお話でございました。さてですね、ここで、はい、まあ、話がガラッと変わっちゃうんですけれども、ちょうど工芸フェアが行われました木曜日、3月10日ですね。3月10日に、沖縄市では、沖っ子共同宣言、はい、宣言されまして、沖縄市のすべての子どもをネットトラブルから守るためにという、はい、テーマでですね、沖っ子共同宣言がされました、うん、で親子で一緒にルールを作り実践しましょうということで、沖っ子、沖縄市の子どもたちの沖っ子ですね、沖っ子の親子で設定フィルタリング一人でやらすな。で突然やったから、突然やったから、ちょっと性的なかった。一人上手な感じだったから、ね、うんうん。おきっこのき。おからじゃないのこの流れ。不協和音。はい、最初からいくじゃん。ごめんなさいね。最初からいこうか。最初から。はい、はい。おきっこの、はい、お親子で設定フィルタリング。はい。うん。フィルタリング。なかなか難しくてね、やっぱ小学校、うん、中学校っていうね、そう、段階でまた違うんだよね、ちょっとどこまでやればいいのかとかね、っていうのを2人というか親子でね、親子で話し合わないと、うん、難しいところもありますよ ね、うん、ちょっとね、危険な部分もあるのでね、うん、というおきっこのおですね、はい、そしておきっこのき、危険だよ、知らない人とのコミュニケーション、あ、もうこれはね、
もうここ近年やってるからにはどうしても付きまとう問題ではあるんですけど ね、 そうですよね。これは子供に限らず大人も気をつけなきゃならない。本当ですよ。本当に、うんうん、はい、おきっこの木でした。そしておきっこのつ、はい、使うのは1日1時間以内、寝る2時間前までということなんですが、うんうん、なんかあの体身体的にもあと脳だとか、そう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 、と、なんだろう、心の部分でも、うん、寝る前の2時間前というのはできればテレビとかも控えた方がいいと。本当にこのね、スマホのブルーライト、うん、ね、ちょっとどうしても体に悪いということで、ね、目にも悪いしね、そうということなので、なかなかね、寝る前はね、ギリギリまで韓流ドラマ見たいさっていうのもあるんだけど、個人的な問題ね、個人情報だと思う。寝る2時間前までということですね、使うのは、はいはい。そしておきっこの子、こ、うん、個人情報、悪口を書き込まない、大事、これが ね、 ね、一番のネットのね、大事なところですよ ね、 怖 い、 ね、怖い思いしたことあるよね。ありますよ、ね、もうやっぱり顔が見えないからね、そうそうそう、気をつけな、 お互いに気をつけないといけないことですよね。そうでございます、はいはい。で、共同で宣言しますということで、沖縄市 PTA 連合会、そして沖縄市公務研究会、沖縄市青少年育成市民会議、そして沖縄市教育委員会、この4委員会、連合会、研究会で共同で宣言しますということで、3月10日の木曜日におきっこ共同宣言がされました。はい。はい。また、この情報もですね、FM 小座内でも、はい、いろいろと情報発信をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。では、さて、この番組なんですが、沖縄市内のですね、小学校ですとか中学校、児童生徒、そして保護者の皆さん、そして先生ですとか、あと学校、地域、みんなを応援するっていう番組です。はい。で、この番組ではですね、メッセージも、お待ちしてます。で、今夜のゲストは中野町小学校 PTA の皆さんですので、後ほどね、たくさんお話伺っていきたいと思いますが、はい、あ、私も中野町小学校出身ですとか、今地元ですっていう方、応援のメッセージ、どんどんお待ちしてますのでね、送ってください。で、メールアドレスは 761@fmkoza.jp です。 761@fmkoza.jp です。で、ファックスは098-934-8653、 098-934-8653 までお願いします。また、FM コザではですね、ユーストリーム、そしてツイキャスにて映像と音声も配信しています。 FM コザのホームページからアクセスして見ることができますので、こちらもどうぞお楽しみください。はい。わらびんちゃー応援ラジオ PTA パート楽しくアイエーナー、このお時間は沖縄市 PTA 連合会の提供で、この後8時までお届けします。はい、はい、すいません、曲がりましたね。 PTA パート楽しくアイエーナー、7時からお届けしております。この後8時まで生放送でお届けします。メッセージお待ちしております。 761@fmkoza.jp です。よろしくお願いいたします。今夜のゲストは中野町小学校の PTA の皆さんです。こんばんは。よろしくお願いします。
はい、お待たせしました。もう出番でございますので、たくさんの、はい、中野町小学校あるいは中野町のこの地域の PR ですね、こんなことが、そういえばこの間こんなことがあったとか、そういった情報などもぜひ教えていただきたいなと思います。ではまずは一言ずつですね、自己紹介をお願いしたいと思います。私の隣の方からお願いします。マイクに向かって、はい、こんばんは。こんばんは。中野町小学校教頭の、宮城典史と言います。はい、教頭先生、今日は、この後、少しの時間ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いてお願いします。はい、こんばんは。こんばんは。中野町小学校 PTA 会長をしてます、花城と申します。はい、今日はですね、中野町の PR も兼ねて、いろいろと知ってもらいたいことも、あるので、その辺をまた紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では続いてお願いします。こんばんは。こんばんは。中野町小学校 PTA 副会長をしています中田と言います。今日は短い時間なんですが、いろいろお話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。中野町小学校 PTA 副会長をしております木由奈です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、同じく PTA 副会長の日高です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中野町小学校 PTA の皆さんにお越しいただきました。私、自分の名前言ってなかった、もしかして。あ、すみません。今夜はですね、宮島真一さん、中野町小学校 PTA でしたよね。はい、彼が来るべきはずの今夜、ね、今日のためのっていう感じもしたんですけど、ね、何してるわけ、何してるわけミキトリーと遊んでるんじゃないの、怒られるから。いやいや、ね、今夜はですね、宮島さんはお休みでございまして、はいはい、私は1時間ですね、時々この番組やってきているものでございますが私はですね、北見小学校 PTA2 年生の木名沙織と申します。よろしくお願いします。改めまして、はい、よろしくお願いします。さて早速ですが、中野町小学校について、まずどんな学校ですか、教頭先生。あ、中野町小学校ですか。はい、ですね、子どもたちがまず素直で、とても明るくて、はい、元気いっぱいです。元気いっぱい、うん、で、なんていうのかな、とても素直で、言ったことを守るっていうんですか、あまり反抗しないですね。あ、そうなんですね。お利口さんですよ。あ、そうなんですね。はい、はい、教頭先生は中野町小学校はもう何年目ですか。2年目ですね。2年目が終わるところです。あ、じゃあ次の年度も、次が3年目になります。次の年度も中野町小学校で、それはちょっと秘密ということで今そうなんですね、私秘密事項なんです。あ、そうなんですか、はい、知らずに聞いてしまいました。秘密事項があるようでございます。はい、ありがとうございます。素直でとても反抗しないという、はい、素直な子どもたちの様子ですね、中野町小学校、ありがとうございます。学校の行事だとか、この間そういえばこういうことがありましたとか、何か情報はありますでしょうか。どなたでも結構ですよ。そうですね、私からですけども、はい、何年かな、ちょっとですね、中野町小学校ですね、はい、新築工事がありまして、うん、今月のどこ、3月の6日に、最近ですね、もう最近です、はあ、その時にですね、今プレハブ校舎から新校舎への、移転作業がありまして、はい、子どもたちはですね、火曜日から新校舎への方に移って今勉強しているところですね。で、私たちが先にですね、新校舎へ入ったんですけども、はい、もうものすごく広くて、なんか一番目についたのが図書館。あ、図書館、 すごいガラス張りがでですね、なんか2階建てぐらいの吹き抜けの図書館で、すごい充実してるんですかね、本の数、なんかもうすごい校舎を作ってもらいました。あ、はい、ありがたいですよね。全面工事が完了した状態なんですか、段階的に。段階的な工事ですね、今回ですね、私たち中野町小学校ですね、沖縄県で一番古い体育館を
が一応あってですね、でこの体育館も今回取り壊しで新しく今作ってる最中なんですけども、もう壊しちゃったんですか？まだ壊してないです。まだありますけども、これからですか？新しい体育館ができ次第ということで、はい、その新しい体育館がですね9月に完成する予定になります。もうすぐですね。そうですね、はい、あの体育館私好きで、中野町小学校のあの体育館、あのこの間エーサー講座があってですね何年生だったかな、4年生か3年生かどっちだったかはっきり覚えてないんですけれども、あの学年みんな集めてエーサーウェイ方を呼んで、私はそばであのサポートでいるだけだったんですけれども、エイボーも来てっていう、このエーサー講座っていうのを2時間ぐらいですかね行ってて、その時初めて中野町小学校の体育館に入ったんですが、いやー好きです。どこが好きですか？私好きでしょ。もう写真撮りまくってましたもん。どこが好きですか？あの後ろ舞台からだと後ろ側って言ったらいいんですかね、こうはしごみたいなものがあるじゃないですか。はしごがあってこう2階にギャラリーね、ギャラリーに上がれるあのはしごがすっごい懐かしくて、私は小学校の子痛いんですよ、あのはしご。えどの感じ、どの、あのもう細い鉄筋のつながりみたいになってるので、うん、全体重がここにかかるんですね、はい、あもう相当痛いです。あ接地面が、はい、接地面の負担が、はいはい、もうこの先端だけになんか全体重が、なるほど、私の全体重がかかるので。あれって今でも上がっていいものではあるんですか？どんなですか？どんなですかね、学校では生徒さん上がってますけどね。上がってます。普通にあの休み時間遊ぶって。でも子供たちは上がったら禁止ですね。ダメですね。とりあえず子供たちは禁止の状態で、上がれる状態ではあるという感じですか？おお、すごくあれがたまらないっていう。次ぜひ登ってみてください。そうですね。それ行ってからまた感想を述べようっていう感じですよね。まだ大丈夫ですよね。9月までは、はい、あの体育館は残ってる感じで。はい。皆さんあの出身は？ちなみにですね、はい、まあ、これから紹介がガテラあると思いますけど、うん、4名ですね、はい、中野町小学校出身です。お体育館はあの頃とは一緒です。同じです。同じ、はい、じゃあ小学校の頃は上がって、その時も禁止ですね。あ、その時やっぱそう、今も昔も変わらない感じですか、はい、変わってない部分ってありますよね、きっと。どうでしょう、あの頃すぐ思い出せるじゃないですか。あ、屋根っていうかこの天井はやっぱりボールとかでだいぶ破損がひどかったので、あの補修してもらったりとか、 あとお手洗いはさすがにあの古いままだとちょっと使い勝手が悪いのできれいにしてもらったりはしてるんですけど、少しずつ変わってきて、はい、ね、っていう、はい、体育館以外にもあの頃と変わらないっていうものありますか？どうですか？今はもう取り壊してますから、ただちょっとまあなくなっちゃったんですけど、昔はね中野商工は給食センターが独自だったので、そちらの方がもう今なくなってですね、調理場の方からの提供という形になってますね、はい、そうなんですね。あの校内に植えられていた木だとかポストとか何かそういうもので変わってないものとかもありますか？どうでしょう、残ってるもの。あのシンボルがありまして、はい、中野小学校ですね、当初あの、うん、まあ、新しく中野小学校ができたところのですね、木が一本あのど真ん中にガジュマルがあるんですよ、はい、これはもうずっと残ってますね。もう結構大きな木ですかね。そうですね、うん、ちょっと今回工事のためにちょっと伐採したんですけども、ある程度小さくなっちゃったんですけども、 その木だけはもう昔も今も変わらず、はい、そうですね。そんな中野町小学校は今年で何年？58周年、はい、ということはもう間もなく60周年、はい、60周年のこの行事で何か予定されているものとかはありますか？計画に上がってるこういうことしたいなとか。一応60周年と新築のための、うん、はい、落成式の方を一緒にやろうかというあの今計画は出てますけども、となるとやっぱり結構大きなイベントになりそうですね。2つのお祝いが重なって、ね、まあ、今後またそういう話詰めていく予定となっているんですけど、うん、はい、2年後ぐらいですか、はい、2年後、そうです、楽しみですね。2年後でも
2年後でも中野町小学校の PTA の活動されてますよね。もう卒業しちゃってますか。あ、そうなんですか。そうですね。お子さんはもう、今年卒業が日高さんが卒業ですね、はい、あ、そうなんですね、本当にあれなんですけど、僕と、中田さんが来年度までなので、はい、バトンタッチする感じですか。の時は実を言うと私みんな卒業してるんですよ。そうなんですね、まあ、唯一残ってるのが喜友名さんですね、はい、でも伝達をしてですね、駆け足となってうん、そうなんですね。でもあの行事自体はこう見に行くこととかはできますよね、きっとね。どうですね、もしあの地域の関係者として。そうですね、うん、地域コーディネーターとかもいらっしゃるんですかね、 PTA。 この今日は聞けないです。多分聞いてるかな。本人は聞いてると言ってましたので。地域コーディネーターの P さんあのメッセージください。 SY さんですね。 SY さん、 SY さん聞いてますか、見てますか、どちらだろう。はい、メッセージください、待ってますよ。はい、今日はいらっしゃる予定だったということなんですね。はい、いろいろお忙しいのかもしれません。他にもこう地域のこと、また PTA の活動の中でも会長さんであったり副会長さんであったりしますけれども、あの委員がありますよね、うん、はい、常駐委員ですね。はい、はどんな活動なさってるんですか。体育委員だったり広報だったりとかあるわけですけど、安全委員か、まあ、総務は総務で、はい、学校の、ね、行事とかにも参加しますし、あと保健安全が、夜の夜間街頭指導、うん、あとその他、まあ、沖縄市のスポーツ大会にも、参加して、一緒にやっていくという形です。あと広報の方が、はい、今日は来てませんけど宮島さん、あ、もう宮島さん広報、あ、そうなんですね、新聞を作って、ささやきですか、ね、宮島さん文化委員です。文化委員、あ、文化委員、あ、大会です。なるほど、ちょっと間違ってもすみません。あ、いえいえいえ。で、あ、そうです、ね、あと候補がささやき、文化委員は童話お話し大会ですね。童話お話し大会、母親委員会と結構いろいろ、母親委員会が元の給食委員会っていう名前だったんですけど、はあ、給食委員会って北見小学校にはないないですか、はい、今は多分名前が母親委員会、母親委員会を、委員会はありますね、はい、母親委員会をなさってるんですかね。多分みんなそれぞれの、それぞれの経験してると思うんですけど、うん、あの独自の単独給食センターがあって、はい、秋教室にランチルームっていう教室を中野町小学校はこう飾り付けをして、はい、ちょっとしたミニカフェみたいな感じの雰囲気を、あのこういろいろ飾り付けをして、はあ、あのやって活動してたんですよ、母親委員をメインに。でもこれ最近までですか。この休校舎取り壊しとともに最近そういう活動がちょっとなくなったんですけど、試食会とか給食試食会の企画、講演会の企画とかは今もやってると思います。はい、あまり聞いたことないんですけど、どう、めぐちゃん、他の学校でこういうカフェな感じの聞いたことないよね。ミニカフェ、ミニカフェ、おしゃれですね。なんか聞いたことない。の秋の児童数がやっぱり今もう減少化してるので、やっぱり子どもたちが減ると教室の秋がだいぶあったんですよ。ああ、その空いてる場所っていうことで、ランチルームっていうのが前はあったんですけど、また復活するかもしれないですね。もうだいぶ落ち着いてきた頃には。教室あるかしら。ね、あればスペースが。あ、そうなんですね。今現在不足してるって。現在、まあ次年度。次年度。次年度、はい。子どもたち、児童数はどのぐらいいらっしゃるんですか。444名です。たくさんいますね。中野町小学校独自だと思います。今のお話は聞いたことないので、できればなんかスペースがあれば復活して、またその話題も提供して北見小学校にも影響をくださいという感じですけど。じゃあここで一曲挟んで、もう少しね、その曲の後にもうちょっと詳しいお話を聞いていきたいと思いますけれども、はい。どなたのリクエストかな？最初の。海の声は どなたの、あ、PTA 会長さん、じゃあ曲紹介を、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、誰々でなんとか、
じゃあですね、ビギンバージョンで、海の声。はい、ありがとうございます。さあ、時刻は7時27分に間もなくなろうとしております。お届けしているこの番組は、わらびんち応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナの時間でございます。今日はピンチヒッターで、司会進行は北見小学校の木名沙織さんがお届けしておりますけれども、普段は私、中野部小学校 PTA4 年生の宮島慎一がお届けしております。なんで宮島今来てんのっていうの。ちょっと時間が空いたんで来てみました。皆さんこんばんは。すいません、もう中野町小学校はもう本当に母校なので、しかも子供たちがね、通ってるところで今日やって、やってますけれども、すいません今日なんかみんな大丈夫なんか何しに来たの宮島みたいな感じになってるかと思いますけど、日高さん、はい、ちょっとお話伺ってもいいですか。いきなりですか。そうですよ、はい、どうぞ。日高さんはだってもう卒業でしょ。そうですね、3月もう来週再来週卒業します。そうだよね、はい。中野町小学校の PTA 活動がまあ6年以上ですか。6年間ですか。いや人によってはね、十何年ってあると思いますけど、その類ですよね。長女が19歳の長女の時からなので、うん、まあ、幼稚園含めると、うん、幼稚園の時がまあスタートだったので、うん、14年になります。そっか、はい、この中野町小学校での PTA の活動での、まあ、いろいろこう得たものとかたくさんあると思うんですけれども、まあ、一言で言うと難しいと思いますが、一体、日高さんにとってはどういう経験だったんでしょうか。あのですね、うん、振り返るといろんなことあるんですけど、はい、もう一言だって伝えると、うん、なんかもうありがとうっていう感じです。学んだことたくさんあるし、うん、あのなんだろう、ありがとうねって言われる言葉も多くいただいてるんですけど、うん、私の方がありがとうねって思う感謝の気持ちが育ったような感じします。成長しましたよ。いや私もあの、いや、すごいことですよ。日高さんって、僕ね、子供が小学校に上がって、今、4年生、今度5年生ですけれども、はい、初めて入った時は、日高さんの、僕はお世話にずっとなりっぱなしだったので、文化園に入ってね。あ、はい。だから寂しいですよ。日高上がいなくなると。どうしようかな、じゃあ、ね。だから、いてくださいよって僕は思うんですけど。だからそういうね、まあ、卒業のタイミングと、そしてこれからまた新しい出会いがあるというタイミングでね、この繰り返しだと思うんですけれども、はい、教頭先生、この辺のね、びっくりしないでこういう一期一会じゃないですけども、そういうのの繰り返しっていうのはすごく刺激的でありながら、これってやり続けていかないといけないのが仕事じゃないですか。教頭先生にとって学校の仕事ってどういう仕事ですか。
ですね突然の僕ガンガン突っ込みますよ突然の質問でちょっとびっくりしてるんですけど、まあ自分の人生ですね、はい、おすごいいきなり、はい、もうじゃあ、まあ、生き様生きる証ですそうですよね、はあ、これはすごいですねだからその感じっていうのをお父さんお母さんであったりその時時のなんだろう過ごす時間っていうのをどうみんなで共有するのかっていうのが一つ PTA のなんだろうか魅力っていうかねそういう感じだと思うんですけど会長の花城さんどうでしょう先にちょっと謝っておきたいことがあります謝るの広報と文化の方宮島さん、うん、広報と言ってしまいました私あ僕何でもいいですよ僕は一応ですねまあ自分も今回、まあ、副会長からやったら5、6年ぐらいなのかな、ね、やってますけどもやはり日高さんがいたおかげで今の僕があるのかなって思ってまして、何かもらおうだからもらおう、ね、でも話しようさん本音でしょそれそうですよ本音ですよ、だからいなかったら多分できなかったと思います僕も、だから助けがあったから今の僕がいるのかなって思いますそう、ね、で卒業していくっていうのはちょっとね寂しいですよねそうですよ寂しいですよ日高さんさ皆さんに、はい、きっと今ね数名にしか言われてないと思いますけど、うん、みんなそう思ってると思いますよいやいや居心地いいですよ中野町小学校は居心地がいいいいですよはいみんなあったかいですねということも大人も子供ももう日高さんのみんな部下だったっていうそれはないですねいやいやそれは絶対ないですけどあでもその居心地いいっていうのは、はい、その PTA のその雰囲気っていうのとかいろいろあると思いますし、はい、これの、まあ、テンションを中学校高校、まあ、これからのずっと子供は大きくなってもね親は親だしそうですねやってますよ、うん、中学校でも読み聞かせとか、うん、素晴らしいですねやってますよなるほど分かりました、はい、僕もロケに戻っていいですかね一旦 CM に行きましょうかねでも本当に中野小学校また今後もね、新年度始まって、はいろいろまたなんだろうよろしくお願いします教頭先生任せましたよ宮島さん私の代わりに花城さんはあと1年だっけあと1年です1年ですあと何年ですかあと1年一緒ですえ清野さんどうなってんのあと2年あと2年です、うん、清野さんはまた、はい、ボールがパンクしたらよろしくね始末書書きますすいません、ちょっと途中でぶっ込みで入りましたけど宮島真一ちょこっとお邪魔しましたあと引き続き沖縄市 PTA 連合会のメンバーであります北見小学校の木名沙織さん引き続きよろしくお願いしますねありがとうございますじゃあ宮島真一、さよならじゃあ一旦CM に行きたいと思いますすいませんはい、わらびん茶応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナーをお届けしております。先ほどは宮島さん飛び入りで、飛び入りと言いますか宮島さんがここにいるべき人なんですけどね。はい、なんか忙しい方で最近あれだね、芸能人になってるね。ね。でも私個人的にもですね、宮島さんと一緒にラジオに出たりとか、もっとまだ目標があるんですけど宮島さんとあんなことやこんなことしたいなとかって思ってることがあったりして、目標としてる人の一人でもあるので私も
ときめきながら見てました。あ、やっぱりで皆さんもやっぱりいつも会ってる宮島さんなのでね、宮島さんが来てほっとしてる空気感がこうすっごい伝わりました。はい、引き続きあともう25分くらいですがお付き合いお願いしますね。メッセージお待ちしてますよ。本日出演予定だった何何さんでしたっけ。さんあ、もう名前あ、メッセージ届いてますね。でもですね、ラジオネームが元中野町っ子さん、違いそうですか、どうでしょう。はい、あ、違う方かな。何気なくラジオを聞いていると懐かしい名前が、はい、中野町小学校の卒業生です。同級生の宮島真一がお世話になっております、かっこ笑いって。教頭先生、 PTA の皆様にお願いです。お願いが来ましたよ。で、懐かしの校歌ダンスを復活させていただけないでしょうか。やってますよね、はい、やってますか。以前60周年記念ですかね、披露されたらしいのですが見ることができなかったので、ぜひもう一度見たいですと。はい、で今でも仕事場や飲み会など中野町小学校出身と聞くと決まって校歌ダンス覚えてるから会話が始まりますって。なんだろう校歌ダンスで、お酒が進むと東海春かと歌って、これ私ちょっと間違ってますよね、あの歌っていただきますね、 PTA 会長さんにね。はい、そこはどうや、東海春か効果ですね、はいはい、と歌って踊り出す、本当ですとかかっこ笑いって、ぜひこのご検討よろしくお願いしますと、はい、どんな感じのダンスですか。ちょこっとでも今すぐ踊れそうな感じですか。ちょっと、いや、あのみんなとやらないちょっとできない、あのですね、はいはい、割り箸の先に三角の、旗を作って、それで効果、はい、を演奏しながら踊る効果、うん、ダンスなんですけども、はあ、僕たちの時はですね、当初はもう何千名っていた時があって、その時はもう何千名ですか。多い時は多分それぐらい、すごいですね。前世紀の頃は結構いたんですけど、でその時はもうみんなで1年生から6年生まで、はい、みんなで、やったんですよ。もう見事でした。でそれをですね、一昨年なるかな、うん、この記念去年からですね、はい、運動会、うん、今サブグラウンドの方でやってますけど、復活させまして、はい、今運動会の方で、効果ダンスをやっています。はい、やってるそうですよ、元中野町子さん。はい、お聞きでいらっしゃいますかね。はい、どんな感じ、こう割り箸を2本ですか、1本ですか、2本持って歌もお願いします。はるかみたいな歌みたいな、うる覚えなんで、こうなんかラジオ体操のような動きですか。いや、もう全然もっとキレッキレな感じですか。そうそうそう、おお、手旗信号、ああ、こう、さっさっサクサク動く感じですかね。優しい感じ、優しくパッ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 っていう感じですかね。ああ、中野町、もう一回、効果ダンス、はい、そうです。お聞きの皆さんの中にもあのそれぞれの小学校出身地があると思いますが、ここにもあったよっていう何かご意見ありましたらお願いしますね。めぐちゃんところあったかな、効果ダンス。うちもなかった、北見小学校もなかったです。あ、私も北見小学校出身でもあるんですけれども、なかったですね。中野町ならではの話題じゃないですか、本当に。それこそ、そうです ね、結構ね、周りの学校はいかがですかね。周りの学校どうでしょう。どんなか聞いたことない、中野町小学校に行ってたので周りの学校は分からない。そうでした、ちゃんと学校行ってたので、うん、じゃあ、うん、でも人数多い時は中野町っていう文字まで綺麗に作れました。そうやりましたね。コテキ隊で、はい、バトなんて何リーダーなんかね、コテキ隊で先頭にいて、この一文字という、はい、すごいですね。あの頃の多分記録として写真とかは残ってるかもしれないですよね。ありますありましたよ、はい、前に、出しました、すごいもう
運動場もびっしり、うん、びっしりもうあの間隔もすごい狭くやったんで、そう端から端まで生徒で埋まってる状態、そうそうそう、おーすごいですね、うん、中野町小学校自体はもともとどこかの、 あの分校とかでもなくてどっかに分校をしていく行った感じなんですかね、歴史としては山内とかですか、もろみ一緒だったんですか元だって聞いたことあるんですけども、うん、はっきりしないんですけど、はい、マイクでお願いします。以前にちょっと分校でできた小学校と聞いた覚えがあります、ね、それでもってもすごい人数だったわけなんですよね、へえー、すごいですね、はい、うん、最高マックス最高、私の時幼稚園でも7クラスありました、幼稚園で7クラスですか、の時も1年から6年まで6クラスで、ね、6クラスだから40名ぐらいだから だから1000名余ってるんでしょ、うん、ここすごいですね、はい、もあのちっちゃい運動場ですね、うん、端から端までも埋まってしまうんで、うん、親も親でも大変だったと思います、すごいですね、場所取りとかも大変だっただろうし、今が444名、またどんどん増えて、またもっともっと賑やかになるといいですね、でも校舎の頃キャパとしてはどうなんでしょうかね、新しい校舎も本当にもう移ったばっかりで、はいはい、子どもたちもワクワクしてる感じじゃないです、うん、ね、楽しい、ね、卒業生はまた逆に、まあ、まだ痛いっていう感じですもんね、はい、寂しくなりますね、はい、そんな中野町小学校、こう校舎を取り壊す前までペットがいたんでしたっけ、めいめいちゃんの話題も、はい、ペットセラピーっていうことで離島の方から寄贈していただいたんですけど、はい、最初は小さくて可愛くて、うんうん、みんなチヤホヤするんですよ、はい、そしただんだんみんな石とか投げたりするもんですから、どんどんなんかめいめいちゃんも凶暴化をしてきてちょっと手がつけられないみたいな、そして飼育小屋からも脱走する、野球部が追いかける、捕まえる、小屋に戻すっていう、また脱走するまた脱走するっていう風な感じだったんですけど、ワイルドですね、うん、旧校舎を取り壊すっていうことになった時に、うん、飼育小屋も全面もう取り壊しだったので、うん、沖縄こどもの国の方にお願いして、うん、はい、一応離任式やって転勤した形ですよね。あ、転勤。役職もあるんですかね。はい。あ、一応、はい、ちゃんと名前も、はい、はい、やって、うん、子供の国の方にお願いしました。もうあとは頼んだぞっていう。あとは頼んだぞみたいな。めいめいはその後どんな風な変化が見られてるんですか。見に行ったことありますか。会いに行ったこととかは。2、3ヶ月後に見に行ったんですけど。はい、琉球犬の檻の中に入れられてたんですよ。あまりの凶暴さに、はい、あの他のヤギと混ぜることができないということで、琉球犬の檻に隔離されてたんですね。それででも一応この子めいめいかもしれないということで、めい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 って呼んだんですけど、はい、めいって感じで。コントみたいに、コントみたいなんですけど、なんか返事したよね今ねって子供たちと話して、分かってはいるんですね、はい、もう一回メイメイって呼んでみようということで、オスどっちですかね、なんだろう、オスメスですよね、メス、あ、私メイメイって分かってるっていう感じ、メイメイちゃんって言って、メイメイちゃん、へえ、ワイルドなメイメイちゃん、ワイルドなメイメイちゃん、女の子かな、角がある、角あったよ ね女の子、女の子も角ある、角ありますかね、ガラガラみたいな角がなんかピージャーオーラ祭とか出られそうなぐらいのワイルドさですか、うん、あ、元部長が欲しがる色もあれですよ、茶褐色、茶褐色の、あ、白じゃないですよ、白ではないですよ、まあ、うん、なんかコートを着てる感じおしゃれな、上品に言ったら上品に言ったら、上品だけど暴れ馬なのでじゃなくて暴れ羊ですからね、暴れ、なるほど、もしかしたら戦う場に行ったら強かったか、すごい横綱級になったかもしれないですね、めいめい、はい、めいめい何年ぐらい中野町小学校には丸5年ぐらい、5年ぐらい、あ、じゃあもう今いる子どもたちももうずっともう馴染みの、今の子たちは多分知らない、今の
5、6年生ぐらいだったらもうちっちゃい、本当にちっちゃい頃からめいめいを見てきているという、うんうん、はあ、そうなんですね。戻ってきそうな気はしますか？また転勤ありそうですか？いや、そういう施設がないんですよスペースがないスペース、あの子どもたちの安全性と作らなかったのかっていうところもありますけれどね。はい、めいめい、いいですね。こんなワイルドなめいめいがいるということではい、そんな話題もお聞きしましたが、さっきあのお話途中だったんですけれども、それぞれの委員があって、うん、その、はい、あと一つがですね、はい、環境美化委員ですね。環境美化委員、はい、そちらの方はやっぱりあのその名の通り、美化作業ですけども、うん、はい、最近はちょっと工事がちょっとあって、美化作業の方がちょっとできてなくてですね、うんうんうん、そんな感じで、作業の、まあ、今年来年からまたその作業が再開するのかなと、そんな感じですね。はい、はい、そうですね。いろいろな委員がありで、それぞれの場で皆さんそれぞれ活躍されている、そんな中野町小学校 PTA の皆さんですが、まずはそうですね、もう番組も後半になってますのでね、で教頭先生からちょっとまたお聞きしたいと思いますが、将来の夢ですとか今年の目標ですとか、皆さんそれぞれ準備をしていただいて将来の夢ですか、はい、もう老後のでもいいです。あ、もうもちろんでございます教頭先生の、あ、はい、老後ですね、ですね、はい、ゆったりとゆったりと、過ごしたいですね。ゆったりと過ごしたいです、はい、もっと暖かいところに行って、もっとですか、もっと南の方へですかもっと南に行って、そうなんですね、農業でもしようかなと。あ、何作りたいですか。ですマンゴーですね。あ、いいですね。食べに行きます買いに行きますじゃ、そういう 夢があります。はい、ありがとうございます。老後といってもまだまだ先な感じはしますけれどもね、はい、ありがとうございます。では続いて PTA 会長の花城さん。先に取られちゃいましたね、老後っていうの。老後でもマンゴーではないんですよね。マンゴーです一応もう目標というか、うん、今はないのかなって思ってもしますけども、うんうん、まあ今の目標としては、はい、まあ、あのあと1年やりきるという、あ、そうですね、その、あの意気込みはありますけども、はい、目標ですかね。そうですね、はい、今年の目標になりますね。そうですね、子どもたちのサポートをしながら、また PTA も、はい、あのよくしていくではなくて、一生懸命、まあ、みんなであの頑張ってやっていきたいと思います。はい、決意表明でございました。続いて、中田さんお願いします。はい、将来の夢、今年の目標。まあ、夢はまだないんですけど、目標としては、はい、今後、私たちは今度あの会長も私も、あと1年で卒業するわけなんですが、うん、また次につながる、役員の方を入れてチームワークを本当に良くして、今後またいいチームでやっていけるような雰囲気をちょっと作っていきたいなと思っています。はい、はい、お願いします。以上です。はい、ありがとうございますでは続いてお願いしますね。喜友名さん、将来の夢、今年の目標。今年の目標ですか将来の夢でもいい。あ、将来の夢、まずとりあえず宝くじを買うまず買わなきゃ当たらないですよね。まあそれからまあいろいろあれがしたいこれがしたいとかあるんですけど、うん、とりあえずは母親なので一生、はい、子供のためになんか頑張っていくっていうことですよね。うん、お子さんにもメッセージは。子供ですか、ね、お家を片付けてほしいです。はい、お家片付け東京若東らやって感じです。スーパーゴミ屋敷とかしているんですよ、はい、外から見たら中は分からないんですけど、片付けとけよ、片付けとけよ帰ってくるまでに片付けとけよっていうことですありがとうございます。では日高さん、はい、目標はですね、まあ、今年、まあ、3月で、まあ、来週かなで小学校卒業するので、うん、あの忘れられないようにちょっと今度は地域でも頑張ってみようかなっていうことと、はい、あと今子育て3名の子供のお母さんなので、うん、子育てが終わったらちょっと自分の時間を有意義に使いたいなっていう感じです。うん、もうちょっと食べにも行きたいなって思っています。はい、行きたいところは、とりあえずあの、まあ、もちろん県外もそうなんですけど、うん、
離島もあまり行ったことないので近場から行ってみたいなって少しずつ遠くに、はいはい、行きたいなって思ってます。ありがとうございます、はい、あれピンピンコロリって言った人がいたはずなんですけどねってまあそれはねまた、はい、ありがとうございます。それぞれの今年の目標、夢ですねお聞きしていきましたが、いけないもういけないかな。どんないけそう。あと1曲ぐらいは。あと1曲じゃあ、どなたかのはいリクエストでかまど体操あったので、どなたがリクエストだったはい、紹介して紹介ですか、はい、でも誰の歌ってあそのままでいいです。また体操誰の歌って誰の歌っていいでしょう。余興で踊った愛子さんですね。じゃあお願いします。はい、じゃあかまどさん体操お願いします。曲紹介、はい、キロロで卒業式のもう一回、次、卒業を迎える皆様へ、送る曲ベストフレンド、はい、キロロ、はい、ありがとうございますキロロのベストフレンドを聞きながらエンディング進めていきたいと思います。メッセージが届いてます、先ほど送ってくださった返事ですね、お返事ですね、元中野町っ子パート2となってます。パート2ありがとうございます。先ほどメッセージしました、運動会で見れるとのことありがとうございます。この効果体操のことですね。すでに名医も卒業し中学生となってしまいましたが、なんとか情報を得て見に行きたいと思います。古い体育館にもにお別れも告げながら、やっぱ思い入れもありますよねきっとね。でこれからも後輩たちのためにご尽力いただけますようよろしくお願いしますというメッセージでした、中野町っ子さんからのメッセージでしたね、はい、
エンディングとなりますが、皆さん話し足りないものはないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、今夜のですねゲストは中野町小学校 PTA の皆さんでした。わらびんちゃん応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエーナ、来週もですねぜひお聞きいただきたいと思います。では皆さんでさよならコールをしたいと思います。その前にこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお送りしました。では皆さん一緒にせーのさよなら。